開始。さあボールを奪った、チャンスシュート、決まりました。先制点は鳥取、一瞬の隙をつきました。高い位置でボールを奪って、最後はボックス内からのシュート、背番号18番の沼、今季3得点目。強烈なシュートでまずは先制、これで0対1。今のシーン、ゴール前でボールを回していたんですが、ここで沼が奪って最後は右足を振り抜きました。ゴールキーパーの狭いところ、